魚が集まっているみたいだ。何があるか。
が集まっている。行けた、勝ち。地中へ行けた。ここ、何かあるみたいだな。はっ、やめろ。一旦引こう。地中へ、ごめん。行くぞ。何かあるぞ。すごい綺麗だな。はっはっはっ、やようやく人心地がついたぜ。確かに北部に来てから気の休まる間がありませんでしたね。おうよ、あのバカでかい古代種たちにはちびったぜ。顔があれだけ怖えのに性格は穏やかってのも意外だったな。私はリコッタちゃんをさらった古代種に驚きました。あれほど知能の高い種がいたとは研究者たちにも知られていません。やはり進化の恩恵によるものなのでしょうか。進化？種の形質や性質が世代を経て変化していくことです。どういうことだ。古代種はそもそも獣と同程度の知能だったと考えられています。しかし親が子を産み、その子がまた親となって子を産む、その繰り返しの中で彼らは高い知能を身につけた可能性があります。そのような過程を私たちは進化と呼んでいるのです。そんなことがあり得るのか。実のところ証明はされていません。ただ研究者の間ではそういう考え方が主流なのです。子供が言葉を覚えて喋るのと似たようなもんか。それは進化ではなく成長です。進化で得た特徴は生まれた時点で備わっているものなのです。
アドル、分かったか？ああ、やれやれ、わしにはさっぱりだ。ジョーちゃんは大したもんだな。最初からもっと分かりやすく解説いたしましょうか？いやもう十分だ、勘弁してくれ。あら、それは残念ですね。どうした、おちびちゃん、眠くなっちまったか？しました。どこか体調でも悪いのですか？ジョーちゃんの話が難しすぎたんじゃねえか？そんな。ミナ、お前たちと過ごすのリコッタとても楽しい。古代種に捕まった時、お前たち助けに来てくれた。サハド、家族って言ってくれた。おう、覚えてるぜ。リコッタ、今父上いる。でも本で見た家族、もっと人たくさん、一緒、楽しい、温かい。リコッタ、ずっと家族欲しかった。今みんな家族みたい。そう思うと、あれリコッタちゃん、いいんじゃねえか、本当に家族ってことで。まずジョーちゃんは姉貴ってとこだな。落車、姉上。落車、ねえ。そうですね。アドルとヒュンメルは兄貴だろう。兄上、二人も。アドル兄とヒュンメル兄。まあ引き受けよう。でもって親父さんはいるから、このわしは。なんだか微妙な疎外感があるな、それ。サハドはサハドのままがいい。父上と同じくらい、いつも優しくて面白い人。よかったではないですか。これ以上ない褒め言葉なのでは？そうか。さあ、そろそろ夜も更けてきましたね。明日に備えて今日はもう休みましょう。よい。
やっと落ち着けそうだな。